私たち、あなたの知ってるハリウッドじゃないんです。坂本龍一さんがですね、音楽家の坂本龍一さんがニューヨークでのインタビューに答えて、えー、アニメ映画の音楽にかた関わったことについてというやつで、高畑勲さんについて話されてるんですけど、それの前に、今から35年前に担当したことがあるんですが、アニメ映画の音楽。あまり気に入ってないんですと。で、かっこ、そのため題名も言えないらしい。 現在は韓国のプロデューサーも参加し、手塚プロダクションで手がけているアニメ映画の音楽を担当していて、その作品は今年の後半期に公開される予定です。あと実は2、3年前に高畑さんと会って音楽の担当を任されていたんですが、僕の音楽が知りやすすぎて結局解雇されてしまったんですと、意外な事実を明かしたということなんですね。えー 二三年前に高田さんに雇われたというのは、かぐや姫だったのか、それともなんか、いや、でもかぐや姫はね、結構ね、時間かけて作ってたから、かぐや姫の次、レッドタートルだったかもわかんないんですけども、僕がやっぱ引っかかったのはですね、三十五年前に担当したことがあるんだけどあ、あまり気に入ったことがないんですっていうふうに言われて、そのため題名も言えないらしいと。この言えないらしいってインタビューが書いてるってことは、おそらくニューヨークでの記者会見というかインタビューの時に聞かれたんだけども、答えなかったと。 でいやなんかあのーえー、悔しいなとこれもちろんオネアミスの翼王立宇宙軍のことなんですけどもですねえー、なんで僕が悔しいのかっていうと実は坂本さんですねあのオネアミスの翼王立宇宙軍の音楽打ち合わせの時すっごいノリノリだったんですねでこういうふうにしたいああいうふうにしたいって坂本さん一生懸命言ってたんですよで 打ち入りパーティーの時もそうですし、打ち合わせでもですね、すごいなんか和気あいあいとですね、進んだんですけども、え、で、その当時ですね、そのバンダイとあと読売広告社の方から、いわゆる、え、スポンサーサイドと広告代理店サイドから僕が言われたことはですね、岡田さんあんまり坂本さんが機嫌いいのは本気にしない方がいいよというふうに言われて、坂本さんは、あの、知名度は高いけどアルバムが売れないんだよと。なので、アニメの力を借りて売りたいんだというふうに言われて、 僕はなんか、いや、そうじゃなくて、坂本さんは明らかにコンテをすごく読み込んで、ここのシーンこんな音楽でっていう話をしてるから、絶対それはなんかすり寄ってきたという感じではないなっていうふうに思ってたんですけども、あの、ところがですね、その、なんかね、坂本さんは絵コンテを見て、あの、参加を決めたっていうぐらいですね、えー、作品を評価してくれてたんですね、王立宇宙軍という作品を。ところがですね、問題が生じました。何かっていうですね、坂本さんその絵コンテを、 なんだろうなこれ見て、ああ、よし、これ俺参加するぞっていうふうに思ったあまりですね、絵コンテ通りの音楽をつけるというふうに言ったんですね。つまり、絵コンテって、アニメの絵コンテって、あのー、まるで CM のように、こう、この映像に何秒、この映像に何秒何コマという,ふうにめちゃくちゃ設計図が細かいんですよ。で、どうも、テクの出身というか、論理で音楽を作る坂本隆一という人は、そこになんかすごい可能性感じて弾かれたらしいんですね。なので、完全にその、 シンクロ、映像と音とのシンクロができるんじゃないのかっていう坂本さんのその思い込みも入った。で、僕らもそれを最初打ち合わせの時には、そうですよ、そうですよと、いうふうに僕も山がも言っててノリノリだったんですけどもですね。ところが現実的にですね、アニメを作り出すと、アニメっていうのはできてくるカットによって、やっぱりそのアニメーターの演技も違うんですね。なので、根底通り何秒っていうんじゃなくて、それを微妙に詰めたり伸ばしたりするんですね。そうすると坂本さんの方としては話が違うよと。で、 そういうのは通常どうするのかというと、被災史上であれ、誰であれ、あの音楽を作ったら、それを音響監督が切って詰めるわけですね。例えばこの音楽はこのシーンからって言っても、ああ、頭はもうちょっと前から出した方がいいとか、後から出した方がいいというふうに音響監督が入れてやるんですけど、それをやると坂本隆一さんとしては、ちょっと待てよ。それどういうことだという話になると。 で、坂本龍一さんがこれをまた直に僕らに話すと、そこはなんとかなったと思うんですけども、坂本さん側は坂本さん側で、それをちゃんとこれやってくれよというのを坂本さんが自身が当時所属してられた、ヨロシタミュージックっていうところから通して話をすると。で、僕らの方は僕らの方で、坂本さんから直に話が来るんじゃなくて、ヨロシタミュージックから音響監督のグループタッグの田代厚美さんのところに話が来て、音響監督としては、 たかだか音楽を担当した。世界の坂本とはいえ、俺は音響監督で、お前は音楽担当だと。そこまで、あの、なんだろう、強圧的な方ではないんですけども、いわゆるものをちゃんと統一的に作るためには、監督っていうのをトップに置いて、その他のスタッフっていうのはそれを助けるポジションになければいけないっていう、当たり前ですけど、そういうふうな考え方をされている方なのでですね、坂本さん、ヨロシタミュージックの、こう、行ってくるのをですね、パッパッと断ってたんですね。そうすると、よろしたさんの方の、なんかこう、 なんだろ、イライラも頂点に達してきて。っていうのは、坂本隆一さんがね、実際にこの後打ち合わせに来られないのも事情があって、ベルナルド・ベルトリッチのですね、ラストエンペラーのですね、あの、お仕事でですね、ロンドンと、あとなんか中国に行ってたんですよね。それを聞いたらまた田代さんがですね、ちょっと待てよと、同じ映画音楽を担当してて、なんでお前はベルトリッチの映画には現場に行って、おねみその翼には現場に来ねえんだっていうですね、何やらこうスタッフ間の間で、坂本隆一と、まあ監督の 山が広い以外のところでのトラブルがこうざーっと出てくると、で、あのまあ、これでですね結局グループタッグの田代厚美さんという音響監督とですねヨロシタ美樹の社長が激しくこのぶつかることになってしまってですねでヨロシタとしては。 コンテ変えるんだったらもうそれも最悪構わないと。最初坂本が参加を決めたあの素晴らしいコンテを変えるんだったらそれは仕方がないけど、じゃあそのコンテの変えたものと映像と全部坂本側に出せと。それも半年前に出せと。で、そしたら坂本がそれに従って完璧な音楽を作るって言ってるけど、俺らの方はもう公開日に間に合うかどうかわからないって言ってたのに、ちょっと待ってよ。半年前に完璧な尺の映像を渡せと言われても、私たち、あなたの知ってるハリウッドじゃない、ね ですっていう感じで。で、えー、で、それに対して、田代厚美さんは、あの、音響監督ですからですね、えー、音楽の使い方、つまり、どの位置で入れて、どの音楽を使うのかっていうのは、決定権っていうのは、坂本隆一にあるんですか田代厚美にあるんですか岡田さんプロデューサーでしょと。あなたが決めてくださいって言われて、もうこれどうしようもないですよ。でこういう時になると、なぜか、読売広告者のプロデューサーも、バンダイのプロデューサーも、ピューと逃げてしまってですね。 あありがとう。<laughs> でまあそりゃそうだろうなと思ったんでですねあのもう僕の方はですね現場でどういういうに。 常に状況が変わっているのかというのは、田代さんの方にも話してたので、田代さんの方で音楽の入り位置、あの、抜け位置っていうのは全部決めていいです。で、その代わり、あの、僕も山賀もダビングの時、ダビングというのはつまり音と絵を合わせる作業ですね。その時には、あの、必ず立ち会って、ええー、あの、見ますからというふうな形で、まあ、田代さんも別にですね、あの、自分が権力取ってやりたいという人ではなくて、このままでは作品がバラバラになってしまうと思った話なんでですね、まあ、あの、納得してそういうふうにしていただいたんですけどもですね。えー 結局だから、まあ、音響監督の田代さんの意見で、ここは統一しますというふうなことで。 え、プロデューサーの僕が決めたことにしてですね、ヨロシアさんにも、してで、じゃあね、本当にそう,うのにして、よろしアさんに連絡したんですね。だから、結局その後、坂本さんはですね、まあ多分この件があったからだと思うんですけど、以後の取材でも、あの、小野山市の翼王立宇宙軍に関してはですね、なんかこう、黒歴史っぽくなってしまってですね、<laughs> 触れないようにというかですね、割となかったことみたいにされてるんですね。だから、それに関しては、まあ、最終的な責任というのは僕が、え、田代さんで、 いきますというふうに決めたことにあると思うんですけども、まあ、今回のインタビューでもう本当にちょっとムカッと腹立っちゃったんですけども、それは最終的にはやっぱり、それはもう僕の判断のせいですね。坂本さんにこういうふうに未だに言わせてるのかと思うとですね、いや、なんか王、王立チームの作品とかですね、当時のスタッフに申し訳ないなと思うところでありますという話であります。もうずっとこの話もね、忘れてたんだけども、坂本さんが言ったんでふっと思い出してしまいました。最後までありがとう。 チャンネル登録してってね